どうも、ラムチンでーす。メタファーやっていきまーす。よろしくお願いします。さあ、今日ですけども、最強武器の入手方法が分かりましたので、ご紹介したいと思います。今回の動画、ネタバレ要素が含まれておりますので、まだ見たくないなっていう方は、ここでお戻りください。さあ、それではやっていきたいと思います。最強武器の入手方法、全キャラ共通でした。全キャラ共通。入手方法は、アーキタイプの履修率、これが 100% になると、専用の最強装備が入手できるみたいです。今のところ全員 100% することができてまして、全部入手してます。で、 100% になる前、90% ぐらいかな、 90% ぐらいになったタイミングで、そのキャラクターの装備ではなくって別の職業の最強装備がもらえます。主人公だったら、確か商人の最強装備がもらえたかな。まあ、そんな感じで、まあ、1人のキャラクターを 100% にするまでに2つ最強武器を入手することができます。まあ、100% 意外と簡単にいけますので、ぜひ目指してみてください。で、強い武器っていうのが3つ存在してまして、その3つを紹介していきますね。まず主人公、最強武器はこれ。間違いなくキングオブキングスだと思います。アーキタイプを 100% 履修すると入手することができますね。そしてこれ、これも強力な武器です。竜の力を託された剣です。ラスボス前になりますと、試練がね、出るんですよ。クエストで試練。その試練を4つすべてクリアすると入手することができました。能力としましては、通常攻撃が万能属性になります。そして全能力がプラス5という風になりますね。まあ、通常万能になるので、押してるだけで勝てます。うん、なかなか使い勝手はいいと思うんですけども、まあ、最終的にはやっぱりキングオブキングスかな。そして、これ、冒険王の剣。ですね。今私がいるここラストステージ、もう一番最後のラストステージですね。ここで強敵を倒すことによって入手することができます。能力としましては、補助効果が発生中に MP が大回復。まあ結構 MP が重要なゲームなので大回復するのは結構嬉しいんですけども、まあラストになると他でも、MP 回復する方法があります。なのでこれは装備しないかな。やっぱり主人公はキングオブキングスが最強かと思います。で、続いてストールも、3つの強武器があります。最強がこれですね。覇王の体験となってまして、アーキタイプを 100% にすると入手することができます。追加効果が素晴らしいね。残属性攻撃の威力が大幅にアップします。この大幅っていうのがめちゃくちゃ強い。攻撃力も500だしね。で、そしてこれ、なんて読むんだろう。アマパッパ山？違うよね。アマパッパ山ではないだろうな。これが、ラストステージの1個手前。1個手前のステージで、宝箱から入手することができました。人間系モンスターへのダメージが増加します。こっちの増加よりも人間系に対してはダメージが出るのかな。いや、やっぱりダイアップだからこっちのが強いのか。うん、まあ、最終的にはやっぱり覇王の体験で間違いないとは思います。で、戦王の体験ですね。このなんとか王の武器、これが、ラストステージで強敵を倒すことによって入手できる武器ですね。まあ、基本的には、最強武器を使うので装備はしないかなと思いますけども、まあ、これは悪くないですよね。クリティカルが発生する確率がアップします。うん、なかなか使えるんではないでしょうか。で、ヒルケンベルグです。最強武器はセイブザキングだね。履修率 100% になるともらえます。雷属性が無効になります。ヒルケンベルグは雷に弱いのでこれで無効にしてあげるといいですね。で、耐久力も、まあ、10上がります。で、裁きの槍、個人的にはこっちの方を装備してることの方が多いです。雷属性はアクセサリーによって無効にしますので、アクセサリーじゃないな、腕か。
うん、手か足の装備で無効にできるやつが確かあるんですよ。それで装備してるので、さばきの槍でカウンタースキルの発生率を、いつもは上げてますね。そっちの方がなんか使いやすい気がする。で、ラストステージで入手できる騎士王の槍ですね。弱点を使えた際のダメージを激減する。まあ、そもそも雷属性を無効にしてやってますので、これは必要ないかな。でもって灰ザメですね、3つあります。五右衛門の人です。これが最強になりまして、盗むスキルの成功率アップだね。アクセサリーに盗むスキルの成功率アップ、あれをつけなくてよくなりますので、これはなかなかいい。まあ、火力とかには直結しないっていうのがちょっと残念なんですけどね。で、火力を求めるのであれば盗賊王のこっちかな。うん、ラストステージで入手できる方、こっちは、残属性の威力が大幅アップしますので、火力はこっち、便利なのはこっち、まあ、そういう感じではないでしょうか。で、解体とマグロですね。これラストステージの1個手前のステージで入手することができてます。人間兼モンスターへのダメージ増加となっておりますね。はい。で、続いてジュナです。ジュナの最強はこっち、ファムファタルの扇、読みにくいな。これが全属性の、魔法威力の大幅アップになってるんですけども、個人的にジュナは、バッファーとして使ってますので、これは必要ない。なので、仮面舞踏王の扇、こっちの方を装備してます。残突海属性を見切りやすくなるっていうやつで、うん、まあ、こっちの方がジュナには向いてると思うんですけどね。で、炎女神の扇で新鮮か。これもラストステージの手前のステージで入手することができました。炎属性の威力アップですね。まあ、これを装備するぐらいだったら、ファムファタルの方がマシかなと思います。うん、性能的に全然上ですね。で、ユーファです。ユーファがすいません、2つしか入手してない。うん、おそらく、ラストステージの手前のところで入手できると思うんですけども、ちょっと取れてなかったんですよね。残念です。でも、まあ、この、最強のカンナギ、これが間違いないですね。ジンテーゼのプレス消費が軽減する、半分になるんですよ。2つ使うところを1つ消費でよくありますので、これはね、間違いなく使い勝手が抜群にいいです。で、ラストステージでもらえる召喚王、これが MP が 30% 上昇するんですけども、まあ、そもそも99ぐらいになると MP 十分にあります。これは必要ないですかね。で、そして最後、ジバリオです。ジバリオはちゃんと3つ入手できております。最強装備がこれ間違いないですね。履修率 100% の装備の方ですね。これが海賊性の威力の大幅アップ、もう間違いない。これが絶対強い。で、1個手前の、ラストステージ手前でもらえるカタストロフ、これもね、悪くなかったんですよ。海賊性の威力アップ、でもやっぱり大アップする最強装備の方が間違いないです。でね、ラストステージでもらえるこれ、ちょっと気になってるんですよ。狂戦王の斧が、耐性貫通攻撃の威力がアップするんですよね。で、バジリオが、耐性貫通のかなり強力な技を持ってて、それを使うのであれば、こっちの方がいいんじゃないかなって思うんですよね。うん、まあまあ、後々ちょっと検証してみようと思うんですけども、今のところはこっちを装備しております。はい。ということで、今日は最強装備のご紹介でした。一番強い武器は、アーキタイプの履修率を 100% にするともらえます。で、他の職業、ガンナーとか商人とか、そういった職業は、各キャラ 90% ぐらいまで上げた時に、入手することができますので、まあ、ぜひね、アーキタイプはすべて 100% にするようにやっていってください。まあ、そこまで、うん、時間はかからないかなと思います。うん、最終職のところを、ランク20にせずに、まあ、覚えるだけ覚えていけば、100% になりますので、うん、まあ、うまいことやっていってみてください。はい、ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。